タイでのめちゃんとベルちゃんです。あ、見て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 、こんな感じでね、お金をね、そう、これ今ジープ、フィリピンにいるジープに乗ってんだけど、乗ってるとお金がね、今みたいに回ってくるの。メキシコもこんな感じなんだけど、最初初めてお金もらった時に、なんでもらう、なんでお金もらった、やったーと思ってキープしてたら、違うよ回せよみたいな。そうなんか、お金とか危ないイメージとかあるんだけどさ、普通に隣の人に渡してちゃんとお釣りがその人にちゃんと返るっていう。そうだね、うん、まあなんか当選だから、何が当選だ、誰もが買えないから、あ、それを取ろうっていうことは絶対考えない、買えないと思う。今俺も慣れたから普通に渡してこうやってやるけど、もう慣れたからその場に、慣れた。最初はなんか金を俺が渡す時も渡していいのって、うん、逆にこれなら渡さなくてもバレねえんじゃねえと思ってもバレるよね。バレる、みんなしっかりみんな知ってる。そうでも楽しいよね。いや楽しいよ、なんか楽しい。日本に絶対ありえないことが、日本でやったらどうなるかとか、渡したらありえるってということで、このフィリピンの、フィリピンとかメキシコの普通の日常です。チャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。アディオス。